皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日はですね、どうしてもやる気にならない、やらなければならないことがあるのに、練習したいのに、どうしてもこうやる気にならなくて、気持ちが億劫になってしまって、なかなかこう取り掛かれないとかね、サボってしまうとか、なんかそういうことっていうのは、まあ誰でもあるかなとは思うんですが、そういう状態になった時に、やる気になる方法っていうのをお伝えさせていただきたいなと思います。そんな魔法のようなことがあるのかとね、思う人もいるかもしれないんですが、あるんですね、実はね。それは一体何かというと、とりあえず始めるということですね。例えばこうね、家にいるときに、なんかその辺が汚れてることに気づいて、なんかこうちょちょいっとこう吹き出したら、やる気になってきて、気づいたら2時間部屋の掃除してたみたいな、なんかそういうことって誰でもあると思うんですけど、やる気スイッチってなんかイメージ的にはね、電気をパチパチとこうつけたり消したりして、なんかパッと切り替わるもんなようなイメージがあるんですが、まあやる気がない状態でもとりあえず5分10分始めた頃に、脳の即座核っていう部分が活性化して、作業興奮っていう状態になるんですね。で、この状態がやる気スイッチになります。実は、そのやる気スイッチっていうのは、ヒーターが温まるような感じで、徐々にこう熱を帯びてきて、やる気スイッチに切り替わる。まあ、作業興奮状態になるということになるんですね。だから、まあ、どうしてもこうやる気にならないっていう時は、とりあえずもうスティック持って、で、まあ5分10分、まあ、練習パッドでタカ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 ってやってるうちに、こう気持ちが乗ってきて、こういい練習状態になってくるかなと思うので、どうしてもやる気にならないとかっていう人は、とりあえずね、もう始めてみてください。僕もね、こうドラム教則本執筆期間中、フレーズレシピの時とか、まあ口ドラム本の時とかもそうなんですが、もうね、マジでやる気にならないんですよ。もう全然やる気にならないんですけど、でももうそんなことね、言ってられないんで、こうね、締め切りはどんどん迫ってくるので、やる気がなくても、とりあえず書き始めるんですね。そしたら、まあ5分10分ぐらい経った時に、なんかちょっと気持ちが乗ってきて、まあ3時間とかね、4時間とかの執筆ができるというね。まあそれでなんとか、こうクリアしたという感じになるので、まあ、全然やる気がない状態でも、とりあえず始めたら、やる気になれるような状態になります。とりあえず始める。まあ、こう、作業興奮の状態にするっていうことももちろん大事なのですが、まあ、これ実は、こう、脳が疲れてる状態では、なかなかこの作業興奮の状態に切り替わらないんですね。なので、やる時間帯っていうのも、実は非常に大事なんですよね。朝起きてすぐの状態っていうのは、脳のゴールデンタイムって言われてる状態で、まあ、頭の中がすっきりと整理されてる状態なんですね。その状態で、まあ、例えばこう練習に取り組んだりとか、まあ、勉強したりとかね、すると、集中しやすい状態になるので、この朝練するというか、まあ、朝に、まあ、例えばブログ書く人はブログ書いたりとか、練習する人は練習したりとか、朝練するっていうことは、濃い練習をするために結構大事やったりとかもすると思うんで、まあ、どうしてもやる気にならないっていう人は、まあ、とりあえず始めてみるっていうことを思っておいてもらって、こう脳がすごく疲れてる状態でやってもやっぱなかなか作業興奮の状態にならないので、まあできれば朝起きた瞬間にやる。朝のゴールデンタイムを利用するというようなことを意識してやってみてください。はい、本日はこんな感じでありがとうございました。さよなら。